ちょっとヤネちゃん、宿題やってないじゃないの。後でやるから。早くしなさいよ。YouTuber ライアン君、年収30億か。お母さん、俺も YouTuber になりたい。 YouTuber なんてなれるわけないでしょ。立派な大人になるためには宿題してなさい。これをこうして、よし、できた。ヤネキン TV Everyday。 はい、どうも、ヤネキン TV のヤネキンです。今日は爆発するスライムを作っていくよ。うわー、すごい伸びるね。このスライムを入れると爆発するよ。それじゃあいきます。3、2、1。あ、いやいやいや、髪がボサボサになっちゃった。ということで、今回の実験は大成功です。でも、良い子は真似しないでね。動画がいいと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。またねー。ふぅ、こんなもんか。これはバズってるのか。小指です。なんだこれ。うわー、すごい金の盾だ。うわー、すげー輝いてるよ。本物だ。うわー、ヤネちゃん、 YouTube 頑張ってるのね。すごいわ。ありがとう。じゃあ私が企画とか考えてあげるわね。お金の面もちゃんと私が管理してあげるから。え、ただいまー。ヤネちゃん、企画考えてあげたわよ。え、いいから取ってきなさい。今日は高木隆史に潜入していきたいと思います。あら、いらっしゃい。こんにちは。うまい棒でも味見するかい。え、いいの。じゃあいただきます。うん、おいしい。食べたね。え、じゃあお会計10万円ね。おかしいでしょ。味見でも食べたから払ってもらわないとね。嫌だ。やっておしまい。おい、10万円出さないとどうなるか分かってんだろうな。おら、この野郎。あっぷ。あれ。ヤネちゃん、すごいわね。じゃあ次の企画の撮影を。もう危ない企画は嫌だよ。はあ、そんなこと言ってると立派な大人になれないわよ。でも宿題もやらなきゃいけないし。宿題よりも大事なことがあるでしょ。は、学校行ってきます。みんなおはよう。って、ヤネキンじゃない。ぼったくり駄菓子屋見たよ。ありがとう。 YouTuber じゃん。ねえ、ヒカキンさんと合わせてよ。ヤネキン、ヤネキン、ヤネキン。ねえ、やめてよ、やめてよ。ヤネキン、ヤネキン、ヤネキン。もうこんなんじゃ学校行けないよ。ただいま。帰りなさい。お母さん、もう YouTube やめたい。そういえば、今まで稼いできたお金は。ねねちゃん、ほら、お小遣いよ。おい、もっと稼げてるだろ。その賞の金は何なんだよ。わ、私がこのチャンネルを管理して、私がこのチャンネルを伸ばしたのよ。だから全部私のお金よ。動画撮ってるのは僕だろ。お金返せ。うるさいわね。あんなチャンネル削除してやる。7月の収益1000万円だわ。1000万円で何。え、アカウント停止。何なのこれ。私の1000万円は。
こうなったら、はじめまして、ヤヌキンのママのママキン TV です。今回はこちらの鉄球を溶かしたいと思います。それではやっていきます。ブー、はい、今回は鉄球を溶かしてみました。この動画が面白いと思ったら高評価とチャンネル登録ぜひお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。再生数が伸びてるわ。ヤネちゃん、ヤネちゃんがいなくてもお母さんだけで稼げるようになっちゃった。あはは、よかったね。お母さんも動画撮りたくない。何言ってんのあなた。動画撮りたくない。早く行きなさい。嫌だ。早く行きなさい。嫌だ。そんなこと言ってるとね、立派な大人になれないわよ。早く行きなさい。嫌だ。行きなさい。嫌だ。行きなさいよ。あのバカ息子のおかげでこんなに儲かっちゃった。ショッピーに全部貢いじゃおう。おお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 な、何が起こってるの？お前の行動を全部隠し撮りしてたんだよ。